岡望選手1年生です。岡望選手1年生でした。いや1年生とは思えないくらい。そうですね、冒頭の4回転トーループすごく綺麗に決まりましたね。軸が細くて回転がとても速くて、はい、最終組に1年生で入ってくるっていうのがすごいです、ね、すごいですよね。あと同じく1年生はこの後佐藤選手、佐藤選手ですね、素晴らしいですね。難しいジャンプの構成で最後まで大きなミスもなくですね滑り切りました。先
ほどの6分間のねアップを見ていても皆さんかなり高難易度な、そうですね、組み合わせで飛んでました。構成で飛んでいました。観客も今一番今日は入っているんじゃないでしょうか。そうですね、席も埋まってますし、はい、続々とお客さんが来てますね。Thank you.